傍者一世の中造貨幣。傍者一世は、ビシュヌ人を信奉し、貨幣の表面に、ビシュヌ人の化身の一つとして、遊著の頭を持つ神である、バラー派の姿を刻み、裏面には、アーディバラー派という称号を刻んでいる。金や銀の含有量が半分以下である、いわゆる微論効果である。傍者一世の時代の彫刻傍者一世は、北インド、プラティハーラーサの王で、 同王朝の最盛期を築いた王である。パラマール朝の王王者特別するために、ミヒラ王者とも呼ばれる。ラージュプートの皇帝王者一世は、ビシュヌ教のアバターとも呼ばれています。王者の一世正確な即位年代は不明であるが、836年頃、金内を確保したことが記録から知られる。王者一世は、祖父、ナーガパタ二世の晩年及びフオーラ・アマバドラの時代に、 パーラーサなどに侵攻された領域の回復に努め、ラージャスターン、マディアプラデーシュ、ウッタルプラデーシュ西部の足固めを終えると、ガンジス中華流域への遠征を勧告したが、パーラーサの英主、デーバパーラに撃退された。その後、グジャラートとデカン地方の征服を行おうと考えたが、ナルマダ赤藩で多大な犠牲を払って、カロジじテラーシュトラクーターサの軍を破り、 マールは地方の大半トグジャラートを確保するにとどまった。ボージャ一世は中央アジアやアラビア方面から馬を輸入し優秀な騎兵を養成し、その軍勢の強大さについてはアラブの歴史家スライマーニア直接ボージャの時代ではないが915年から916年頃にプラティーハーラ領内を旅したアルマスーリーの記録からも伺われる。一方、 デーバパーラ没後のパーラーサは急速に弱体化し、王者一世はパーラーサに対して雪辱を果たし、ビハール州西部まで獲得するに至った。また、北西はパンジャーブ地方まで勢力を拡大することに成功し、ウッタルプラデーシュの東端ゴーラクプルのカラチュリ家、ブンデルカーンドのチャンデーラ家、ラージャスターンのチャーハマーナ家、マールワーのパラマーラ家を風神として従えた。 内政面では、グジャラート確保による、海上交易、金、銀山などの開発と貨幣の鋳造を行い、領内には盗みを働く者がいないくらいの繁栄を誇ったという。また、王者一世は、ハルシャバルダナが、ハルシャチャリタで題材になったように伝承、擬曲の題材になった王として知られ、青年時代の冒険譚、失われた帝国を再建して金氏を獲得する。 物語として描かれている。ありがとうございます。